アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。今日はですね、久しぶりに脱毛の話なんですけども、私の脱毛体験談、それから、脱毛したよというとね、結構皆さんから痛かったとか、やってよかった部位とかありますかとかね、聞かれることがありますので、そういった質問なんかにも答えていこうかなと思います。はい、というわけで今回も私が施術を受けてきたのは、前回同様渋谷にある銀座ファインケアクリニックさんです。クリニックなんですけど、受付にはシャンデリアがあったりとか、待合やパウダールームもすごく綺麗で、雰囲気はサロンのようにおしゃれで、かつ技術面ではしっかり医療脱毛が受けられるというクリニックなんですけども、今回はですね、脱毛に関する疑問質問をね、クリニックの方に聞いてきましたので、まずはそちらをご覧ください。どうぞ。視聴者の皆さんから脱毛に関する質問、悩みとか不安なことを実は私事前に聞いていました。今回はですね、特別にプロの方からいただきたいと思います。ということで、急遽ですね、質問コーナー開催したいと思います。金額、追加料金が発生するのは嫌とかね、結構あると思うんですけど、ロース代金以外にかかる費用がいませんのでご安心ください。もう本当シンプルな料金設定ってことですよね。古い機械を使っていないと心配。最新のエリートプラスっていう機種を使用していますので、そちらもご安心ください。 VIO は自然な薄さにしたらいいですけど、それ調整とか可能ですか？はい、可能です。ほとんどの方が何回か全部照射をして毛量減らしていきます。表皮で処理したせいで色素沈着に悩んでいます。脱毛すれば色素沈着は薄くなりますか？やっぱり自己処理によって肌にダメージを与えてしまっているので、なので、脱毛することによって改善することができます。これみんなそうだと思うんですけど、価格に見合った効果がないと、はい、不安に思います。しっかりと効果が出ますのでご安心ください。はい、ご、はい、いただきました、はい、医療脱毛がどれだけ保つか、効果が持てるか気になります。医療脱毛より保つイメージがあるんですけど、という質問です。はい、レシネで行われている脱毛は効果が一時的なんですけど、医療脱毛の場合は効果が有限ですので、はい、結構今回の質問の中でも、まだ絶対医療脱毛がいいですよとされる意見も多かったですね。どれくらいの期間で終わらせられるのか気になります。ほとんどの方が半年くらいで完了していますので、結構早いですよね、半年って、ね、何回やればほとんど薄さになるのか、契約の時はいつも不安です。その方の毛量や目的に合ったプランを提案することも可能なんですけれども、それほど毛量が多くなければ3回で止まる。良いですよね。あと、これ一番多かったんですけど、はい、内容が怖くていけないという意見が。そうですね、うちはエステではないので、医療機関なので会員はないですよね。確かにそれもエステと医療脱毛の違いです。結構大きいですよね。はい、どうでしょう、皆さん少しは不安とか疑問が解決しましたでしょうか。脱毛選びの参考になると嬉しいです。じゃあ私はこれからね、実際に施術受けていきたいと思います。という感じでね、丁寧にお答えいただいたんですけど、ここからはね、私が実際に受けてみた施術の感想なんかをお伝えしていきたいなと思います。特にね、皆さんが疑問を持つけども、友達なんかにはね、面と向かって質問しにくい VIO に関しては、私前回の全身脱毛の時に VIO の実況というか、施術を受けながら実際にレポートなんかもしていますので、よかったらね、こちらの動画なんかも参考にしてみてください。で、痛みに関する質問もたくさんいただいてて、これは本当個人差あるんですけど、前回もね、私全然痛くなくてびっくりしたんですが、久しぶりに受けてみてね、やっぱり痛くなかったんですよね。これも結構言われるんですけど、脱毛終えてるから施術受けても痛みがないんじゃないかとか、毛が薄いんじゃないかとか言われることも多いんですけど、
私本当何十年も前、若い頃によくあるエステサロンで脇脱毛を数回受けたことがあるだけで、全身脱毛っていうのはこの銀座ファインケアクリニックさんでしか受けたことがないんですよね。でしかももともと体毛もどちらかというと濃い方で、家庭で使える脱毛器試してみたりとか、まあ、シェーバーで剃ったりとか、まあ、そういった自己処理はしてきたことあるんですけど、やっぱりそういうのだともちろん永久脱毛ではないので、まあ、量的には普通にというか、まあ、人並みに体毛はある方だと思うんですが、もう今回も施術中感じていたのは、まあ、あの冷やす冷風っていうのかな、まあ、あれのひんやり感と、それから結構体の中でくすぐったい箇所ってあるじゃないですか。私だとこの額だったりとか、あとなぜか私右の膝あたりが弱くて、子供に触られたりしてもすごいくすぐったく感じるんですけど、こういうところに風が当たった時にちょっとくすぐったくって笑うのずっと我慢してたんですけど、なんかそれぐらい痛みはなくって、部分的にはくすぐったさに耐えてたっていう感じですかね。まあ、あとは人によって痛みに対する耐性というか、まあ、ものすごく痛みに強いとか弱いとか、そういうのでも差はあると思うんですけど、私は今回も全身どのパーツを施術しても痛さは感じなかったですね。そう、あとね、ここって受けていいなってすごく思ったのは、まあ、背中、まあ、手が届かないのでもちろんなんですけど、あと自己処理しがちな顔、自分で見るのは難しいけど人に見られることが多くて、かつ自己処理しにくい箇所といえばうなじですね。このパーツはやっぱりプロに任せるのがいいなと思って、まあ、フェイスラインなんかも私、まあ、よく前髪上げてることあるので皆さんご存知だと思うんですが、もう本当赤ちゃんの時から産毛が多いんですけど、どういう形で脱毛するか、ここもきちっとマーキングしてくれて、その形に沿ってお手入れをしてくれるので、まあ、前髪をね普段全開にしない人でも、例えば最近だったら前髪をちょっと薄くねセットしたりすることなんかも多いと思うので、そういう時に生え際の産毛なんか気になるっていう方は顔のね脱毛ってすごくいいと思います。まあ、顔の脱毛っていうとどちらかというと、まあ、鼻の下とかですね、まあ、フェイスラインとかそういうちょっとヒゲっぽいところのパーツを思い浮かべると思うんですけど、まあ、よくよく考えるとその額とかその生え際っていうのはねお手入れしてもらえるとすごく楽だなと思いました。それからうなじですよね。まあ、今日私髪下ろしていますけど、一つで結んだ時なんかは自分だとやっぱり見えないパーツなので気にしていなかったんですけど、結構人からだと見えるところだし、うなじの形とかってどういうのがまあ綺麗というかいいのかもわからないし、まあ、自然な形でお願いしますっていう感じで伝えたんですけど、まあ、自分の髪の生え方をチェックしながらね綺麗に施術してもらえるので、まあ、これから夏に向けてね体ももちろん薄着になるんですが、髪も厚くてアップにすること多いと思うので、こういったパーツもね任せられるのはやっぱりいいなと思いました。そして銀座ファインケアクリニックさんの方では現在月々3000円から始められるこんなキャンペーンもねされていますので、もしね今回の動画見てちょっと気になるなと思った方はぜひ概要からね URL チェックしてみてください。まあ、実際の施術中の質問コーナーでもクリニックの方がおっしゃっていたように、まあ、早い方だったら3回くらいですね、半年程度で完了させられることもできるということでしたので、まあ、今からスタートすればまだ夏までに間に合うんじゃないかなと思います。まあ、夏になってからね慌てるよりは今年はぜひ早めに脱毛のこと考えてみてはいかがでしょうか。というわけで今回は久しぶりに脱毛に関する動画でした。最後に今日のメイクです。今日はまたまたスックのデザイニングカラーアイズの15番を目元に使って、リップはこちらセルボーグのリップの04番なんですけど、視聴者さんがプレゼントしてくださいましたのでこちらを使っていました。すごく使いやすいカラーでしょっちゅう使わせていただいてます。ありがとうございます。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛香でした。